チャバ、チャバは第二次世界大戦中にハンガリーリック軍で使用された国産の四輪、装甲車である。チャバとは、ン族の王、アッティラの息子の名である。ハンガリーからの移民であるニコラス・ストラウスラーは、戦艦機、イギリスで数種の装甲車を設計した。その後、ストラウスラーは、母国ハンガリー軍用の装甲車を彼の設計に基づき製作することを、 チェペル、ブダペストのバイスマンフレート社との間で合意した。うち、量産に移された茶葉は、ストラウスラ設計のアルビス AC2 装甲車の発展型である。1939年、順調に試験が終了した後、ハンガリーリック軍は 39M 茶葉偵察装甲車。二次発注のうち20両は通常型で、残りは無線式車として製作された。 通常型の 39M 茶葉は、車体中央の砲塔に、ゾロトゥルン 20mm 対戦車ライフルと 8mm 機関銃を搭載していた。車内にもう一丁の 8mm 系機関銃を搭載しており、後部ハッチを通して対空射撃が可能だった。この機銃は、乗員が降車して偵察任務を行う際の傾向用でもあった。また、茶は、 通常の全部操縦席のほか、更新用の後部操縦席も備えていた。無線指揮者の 40M 茶葉は、8mm 基銃1丁のみ、装備の小型砲塔付きで、通常型の R-4 無線機に加え、R-4T 無線機を搭載、大型のフレームアンテナを備えていた。ありがとうございます。